やっとですね、iPhone 15 Pro Max がね届きました長かったです今回購入したのはナチュラルチタニウムという色ですねちょっとベージュっぽいようなグレーっぽいような色なんですけどそれの 256GB のモデルになりますこのねつや消しのチタンフレームとこの色がね結構マッチしていていい感じですシックな感じで大人な雰囲気が漂っています でですね、最初の持った感じの第一印象としては、まあ、20g 程度の差ではあるんですが結構軽く感じますあとはこのエッジの部分がこれは iPhone14 Pro なんですけどこっちはねあの角がこう立ってたんですよね、まあ、これはこれで良かったんですけど今回のモデルは面取りがしてあってね丸い感じの仕上がりになっているので非常に手に優しいですね手に馴染みます でまあ、早速いろいろセッティングをしていってるんですが iPhone15 シリーズになってしかも iOS17 になりましたので新しい機能がいろいろ追加されています結構面白い機能もありますので今回はまあ私がこれだって思うものを8つだけ紹介したいと思います、まあ、久々に iPhone 購入するとか初めて購入するって方もいらっしゃると思いますのでなるべく分かりやすく紹介したいと思いますカメラ関連の新機能もね後半で紹介したいと思います ぜひ最後まで見ていただければと思いますで。まず1番目は今回新しく搭載されたこれですね。これアクションボタンになります。まあ、今まではここミュートスイッチだったんですけど今回からボタン式になってここに自分の好きな機能をいろいろ割り当てることができるようになりました。で設定はですね設定の中のアクションボタンというこの項目です。そうするとですねかなりグラフィカルな設定がね出てきます。今までにない感じですね。 でここでいろいろ機能を割り当てることができます。まあ、最初は消音モードですね。マナーモードへの切り替えです。そして集中モード。お休みモードとか睡眠モードとかあります。それからカメラ。カメラも写真だけではなくてセルフィー、ビデオ、ポートレートとかね、いろいろ選べるようになっています。で、フラッシュライト。で、ボイスメモ。さらに拡大鏡。まあ、これ虫眼鏡みたいな機能なんですけど、さらに ショートカットを選択というのがあります。これが今回結構肝かなと思うんですけど、ここでサードパーティーのアプリとか自分で作ったショートカットとかいろいろなものを割り当てることができます。アプリを開いたりいろんな機能を発動させることができるようになっています。でさらに、えー、アクセシビリティですね。ここでアクセシビリティのさまざまな機能を割り当てることもできます。で、アクションなしという選択もあります。 で私はですね、まあ、カメラをよく使うのでカメラでしかもビデオというのを設定してあります。そうするとですね、ここ長押しでビデオが立ち上がります。もう早速ビデオモードで立ち上がります。で撮影自体はここでこうやって押せば、このボタン自体がシャッターボタンのような感じで録画を開始することができますで。で停止もできます。 消音ボタンがなくなりましたがコントロールセンターの中に今まで通りありますので、まあ、ここでオンオフをすることができるようになっていますで次がですねブートサウンドを鳴らすことができるようになっています設定の仕方は設定それからアクセシビリティオーディオビジュアルというところに電源のオンオフのサウンドというのがありますこれをオンにしておくと電源切っています という感じで今音がしたの聞こえたでしょうか。この電源オンにしています。立ち上がるときの音もこんな感じで鳴るようになります。で次はですね、結構大きな変更点なんですけど、バッテリーですね。設定に行ってバッテリーを開きます。そしてバッテリーの状態と充電というところを開きます。 一番下に充電の最適化っていうのがありますで。ここにバッテリー充電の最適化っていうのと上限80%そしてなしというふうになっています。バッテリー充電の最適化は、まあ、なんかいろんなデータをもとにいつも使っている状況なのかそれともイレギュラーな何か出かけているとか旅行しているとか、まあ、そういうのを見分けて充電状態を ま、自動的に変更してくれるモードです。で上限80%は常にバッテリーの充電を80%ぐらいで留めておくというモードになっています。なしっていうのはもうそういうこと関係なく、いつも100%にするっていうモードだと思います。まあ、バッテリーのためを思うと、この最適化か上限80%っていうのがいいのかなと思います。私は80%にしておこうかなと思います。で、このバッテリーに関しては、 この一般の情報の一番下のところですねここに充放電回数というのが出ています、まあ、今までに何回充放電しているのかっていうのをここで見ることができるようになっていますそして次はですね iPhone14 Pro から搭載されている Always On っていう、まあ、ディスプレイが常に表示されている状態に関する設定なんですが設定に行って画面表示と明るさっていうところを開きます そして見ていくと、ここに常に画面をオンというのがあります。まあ、ここがオンになっているといつも画面が消えない状態になっています。これが iPhone14 Pro なんですけど、やっぱりこんな感じで画面がうっすらと表示されていて、時間とか通知が見れるようになっています。ただ、Always On で通知オンにしておくと、 まあいつも通知が見えてしまうので、まあ、その辺のコントロールができるようになっています。壁紙を表示オフにするとですね、オフにした時にも時計表示だけになるようになっています。通知を表示がオンになってますけど、これを通知表示オフにしておけば、こういった通知は表示されないようになります。でさらにもう常に画面をオンをオフにしてしまえば、 今までの iPhone のようにこう真っ暗な画面で待機させることもできます、まあ、若干ですけどバッテリーの持ちは良くなるかもしれませんでこの状態で次はねスタンバイという機能です設定の壁紙の下に今度スタンバイっていう新しい項目ができています これを押すとですね、スタンバイモードのオンオフができるようになっています。で、さらにいろいろ細かい設定があるんですが、まあ、簡単に言うと iPhone を置き時計のようにして使うことができるモードになります。今、スタンバイをオンにしました。えー、充電します。そして、な、まあ、何でもいいんですけど、マグセーフのスタンドとか皆さん使ってますけど、これあのケースにスタンドがついてるものなんですけど、それを置きます。で置くとですね、 ご覧のように置き時計のようにして使うことができます今時計とカレンダーが表示されてるんですがここウィジェットを自分で追加することもできるんでいろいろ変更することができますこれで写真出したりとかメモを出したりとかバッテリー状態を表示したりとか、まあ、そんなこともできるようになっていますさらにですね横にスワイプすると写真表示で小さい時計とか あとは大きな時計とかもできますんで大きな時計もいろいろ選べるようになっていますこれ長押ししてこの時計の表示の色なんかをこう変えることもできますま iPhone14 Pro から搭載されているその画面の常時テントっていう機能をうまく活用した面白い機能じゃないかなと思います 次はですねハプティックフィードバックというあの手先にプルプルってくるあの触覚機能なんですがそれを利用した新しい設定の紹介になりますえとアクセシビリティの中の設定になりますアクセシビリティに行ってタッチといきますそして触覚タッチというのがあるんですけどそこが速いデフォルト遅いっていう3段階で選べるようになっていますこれ何かというとですね アイコンなどを長押ししたりして使う機能があるんですけどその時の時間の調節ですね早いにすると結構レスポンスよくこうできるようになります結構この機能を使うと思うんですけどこんな感じでこの開くまでの時間が短くなります今回この早いっていうのが追加されたみたいなんですけど個人的には結構気に入っています もう一個ですね、この背面タップっていうのが一番下にあります。アクセシビリティタッチの背面タップですで。これは前からあった機能なんですけど、結構便利です。ダブルタップとトリプルタップとあるんですが、ここで、例えばダブルタップでスクリーンショットとしておきます。そうすると、背面を2回タップすることで、この画面を、スクリーンショットを撮ることができますで。トリプルタップも色々機能を割り振ることができるようになっています。 でさらにですね、設定に戻って、サウンドと触覚というところです。でここを開くといろいろ出てくるんですが、この下の方にキーボードのフィードバックというのがあります。でここ今何もなってないんですけど、サウンドと触覚というのがありますで、これをオンにしてみます。そうすると、キーボードでこんな感じで何かを打つときに、 音がしますさらにこれ指先にもプルプルっていう振動が伝わってきてるんですけど、まあ、キーボードを打っているっていうそのフィードバックがちゃんと音と振動で伝わるようになっていますで次はですね iPhone15 にも搭載されたこのダイナミックアイランドの機能なんですがこれいろいろ使えるようになっています例えばミュージックでミュージックの画面を消してもここに表示されていますこれを押すとこういうふうに画面を出すことができますさらにこの状態で例えばタイマーも使ってるとします そうするとダイナミックアイランドに2つのアイコンが出てきますで。このアイランドを右にスワイプするとこんな感じでタイマーに切り替わります。でタイマー画面出したければこんな感じで出せますで。この状態でさらにまたこの数字の辺を右にスワイプすると今度はこのミュージックのアプリのアイコンが出てきます。一つの時は真ん中あたりを右にスワイプすると消えます。で 表示しておいて、さらに右の方をスワイプすると、こんな感じで2つに分離して表示するようになります。使いこなせばなかなか便利な機能かなと思います。次はですね、カメラの設定です。撮影に関する設定をここで決めることができるようになっています。でいろんなことがあるんで結構ややこしいんですけど、まずビデオ撮影に関しては私は 4K で撮影しています。せっかく 4K 撮れますしね、4K を選んでいます。 ただその分若干ファイルサイズも大きくなっていきます。で、下の方を見ると、ここに HDR ビデオっていうのがあるんですけど、私はオフにしています。ちょっと iPhone の HDR ルックって若干癖があるので、私は普通の SDR で撮影をしています。で、今回新しく搭載された機能で、このホワイトバランスをロックというのがあります。まあ、前回の動画で詳しく説明しているんですけど、撮影中はホワイトバランスを一定に保つという機能です。私はオンにしています。 次にですね、このフォーマットというところを見てください。フォーマットの中もいろいろ選べるんですけど、まず写真撮影で今回は1 2メガピクセルか2 4メガピクセルか選べるようになりました。さらにこのプロロートと解像度コントロールをオンにします。そうすると非常に綺麗な写真を撮ることができます。今まではプロロー4 8メガ一択だったんですが、今回からは皮膚 の4 8メガそれから p r o ー o l 1 2メガそして p r o ー o 最大4 8メガっていうのを選べるようになっています。で、まあ、参考値なんですけど、この下にどのぐらいのファイルサイズになるかっていうことが書いてあって、4 8セルのヒーフだと5メガ4 8ガピクセルの p r o プ o ローだと7 5メガということで、まあ、15倍ぐらいのファイルサイズになってはしまうんですが、かなり、まあ、綺麗な写真が撮れますので、写真が好きな方はね、これ結構いいんじゃないかと思います。でこれはですね、カメラアプリの中で、 写真で,で、ここにですね、このプロロー、あ、今、ロー最大っていうのが出てるんですが、ここを長押しすることで、ここでも簡易的に選ぶことができるようになっています。皮膚最大とかね、こんな感じで選ぶことができるようになっています。でさらにですね、この下を見ると Apple ププロレスっていうのがあります。これはまあ去年から搭載されてるんですが、その中の設定項目が増えています。 HDR か SDR かログというものになっています。カラーグレーディングしたりする方であればもう絶対ログで撮るといいんじゃないかと思います。本当に普通のミラーレスで撮ったような癖のない映像を撮ることができます。ただしファイルサイズが非常に大きくなりますので外付けのこういった SSD ドライブなどをつないで使うことをお勧めします。USB-C 端子になったのでここに簡単に接続することができます。 で、プロレスをオンにするとですね、もうここにですね、USB-C という、もう接続されていて、こちらにデータを保存するよっていうのが表示されるようになっています。この状態で75分の撮影をすることができます。さらにですね、カメラの設定の中に、今回から 28mm、35mm 相当の写真も撮れるようにするというモードが搭載されています。これはカメラアプリの 写真にして、でここのこの1倍のところですね、ここをタップすることによって 24mm、28mm、35mm、どのレンズで撮影しているのかっていうのが分かるようになっています。で、デフォルトとしてどれを使うかっていうのもここで選べるようになっています。で、私はこのグリッドっていうのを表示しています。これはこの写真を撮るときにこう枠組みのようなものが出るんですが、まあ、構図を決める上での参考になる線になります。 でさらに今回はこの水平というのが搭載されていますこれはですね非常に便利でここにですね黄色になったり白になったりする線がこう表示されているのが見えると思うんですけどカメラの傾きを教えてくれます気をつけないと本当に傾いた写真になってしまうことが多いのでこれを表示することによってカメラを水平に保って撮影する上で非常に助けになります、うん はい、という感じでいかがだったでしょうか。まあ、皆さんご存知の機能も多いかとは思うんですが、まあ、新しく追加された機能とか設定についてちょっと見てみました。また iPhone のカメラのテストとかいろいろやってみたいと思ってます。その辺も動画にしたいと思いますので、よかったらまたご覧ください。ということで今回もご視聴ありがとうございました。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。